高エネルギー加速器研究機構。大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構。高エネルギー加速器研究機構。AA 賞。ハイエネルギーアクセラレータリサーチオーガニゼーションは、高エネルギー物理学、加速器科学、物質構造科学などの総合研究機関として、国立大学法人法により設置された、大学共同利用機関法人。2008年。 ノーベル物理学賞を受賞した小林誠特別栄誉教授が在籍する。略称は KEK、KEK、e e、または KEC。気候名のローマ字表記、高エネルギー加速器研究機構の略。前身の一つである高エネルギー物理学研究所のローマ字表記、高エネルギー物理学研究所の略を引き継いでいる。人間文化研究機構。 自然科学研究機構、情報、システム研究機構、宇宙航空研究開発機構とともに、総合研究大学院大学を構成する。1997年、平成9年4月1日に、文部省だがエネルギー物理学研究所、東京大学原子核研究所、東京大学理学部附属中間子科学研究センターを改装、統合して発足し、2004年、 平成16年4月1日、国立大学法人法等の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、大学共同利用機関法人として成立した。急行エネルギー物理学研究所教授、素粒子原子核研究所長、高エネルギー加速器研究機構理事を歴任した、高エネルギー加速器研究機構名誉教授、2009年1月、 特別栄誉教授の小林誠は2008年度のノーベル物理学賞を受賞した。組織は以下の4つに大別される。加速器研究施設は具体的には KEK、e、筑波キャンパスに設置された加速器群 J パーク国際リニアコライダー等の加速器本体の研究開発を行う組織を含んでいる。実験装置群なども 研究施設内で制作したり、各メーカーとの協力によって制作することもある。共通基盤研究施設は、スーパーコンピュータ群などを有する計算科学センター、超電動低温工学センター、放射線科学センター、機械工学センターからなる。この他に、事務機関、図書室、福利構成等の管理、運営等を行う組織がある。加速機研究施設。 素粒子原子核研究所、および物質構造科学研究所は、総合研究大学院大学高エネルギー、加速器科学研究科の加速器科学専攻、素粒子原子核専攻、および物質構造科学専攻の各基盤機関、博士課程の研究指導を担当する機関となっている。茨城県内では最高レベルの性能を誇る、大型コンピュータシステムを運用している。 高エネルギー物理学実験には、加速器本体を制御する計算機と実験データを記録する大型サーバーコンピュータが不可欠である。トリスティン、トリスタン、トランスポーザベルリングインターセクティング、ストレージアクセラレーターインに一本計画では、加速器本体を制御するコンピュータとして、バックスシリーズが用いられ、実験結果のデータを記録するサーバーとして、 富士通の大型コンピュータが設置され、大規模マスストレージシステム MSS、マスストロジェシステムによって TB クラスのデータが記録されることになった。基本アーキテクチャはデータバスが加速機実験の領域では標準となる高速データバスが用いられている。現在は工業用の標準データバスシステム 10G ベースを基本として 各実験装置に搭載した組み込み用コンピュータで一時処理を行ったデータを専用コンピュータに送るシステムとして運用。制御用も同じシステムからなる二重上長化データバスシステムで構成。2006年3月1日から KEK の研究に関わる分野や素粒子、原子核物理学に関連する分野の大型シミュレーション研究用として IBM のブルージーン理論演算性能57.3とフラップスと日立製作所の SR11000 モデル K1 理論演算性能2.15とフラップスが運用されている。高エネルギー加速機研究機構と日本原子力研究開発機構が共同で大強度用子加速機施設 j p a r を推進している。日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所敷地内、KEK、e、東海キャンパスに大強度、陽子加速機施設が建設された。2008年9月に初未ン発生、同12月には2 0ットの陽子ビーム出力による本格的な供用運転を開始した。2009年12月には1 2 0ットでの定常運転に成功し、現在は3 0 0ットの安定供給を目指して、 整備が進められている。前身の一つである高エネルギー物理学研究所は、1992年9月30日、日本で最初にウェブサーバーを公開した組織である、日本最初のホームページを参照。また、同研究所のドメイン名 kek.jp、現在も継続使用中は、汎用 jp ドメイン名に分類される形式を取っているが、 汎用 JP ドメイン名の制度が設けられる以前から存在していた数少ない例外的なドメイン名である。同様のドメイン名としては、ntt.jp、nttdata.jp があるが、いずれも一旦廃止された後、汎用 JP ドメイン名として取得され直されている。つくばキャンパスは1977年、昭和52年から年に一度、初週に、 一般公開を実施している。結区部、トンネル内部やベル測定器をはじめとしたほぼすべての施設の見学が可能で、研究活動の紹介や物理現象を活用した実験などのイベントを開催する。また、茨城県やつくば市との協力によって、春の科学技術週間中にも特別公開や講演会などを実施している。東海キャンパスがある。 日本原子力研究開発機構、原子力科学研究所の j パークも、建設中の2008年8月に特別公開が実施されている。常設展示ホール、KEK コミュニケーションプラザは、年末年始を除き見学可能、9時30分から16時30分、土日祝日も公開。コミュニケーションプラザ以外の研究施設は、10名以上の団体に限り、 予約状況の確認した上で、事前に見学申込書を提出することにより見学可能、平日のみ予約先着順、午前と午後各一団体まで、説明員による解説あり、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。